宇治山城は長野県作品遺産にあった日本の城。宇治山城は永城年間に大井美正か入道原神が築城したと言われている。戦国時代の城主は品濃国州岩村田大石。海の国の武田春信は天文10年から品濃信仰を開始し、高城佐伯によれば天文12年には品濃長久保城主大井定高は、 武田方に捕獲された。貞高の子息、貞清が内山城において抵抗し、天文十五には武田氏は作軍に侵攻し、同年五月三日には内山城攻めを行う。高城佐旗によれば、同年五月二十一日に貞清は降伏し、野沢へ退いた。高城佐旗によれば、貞清は翌天文十六年に武田氏に侵入した。 内山城代には一時、大井貞清に任されるが、同年7月18日に、武田家臣の上原伊賀守が城代となり、虎満は死去まで、作軍の軍隊を務めている。天文17年2月14日には、小さ方軍上田原における、上田原の戦いにおいて武田方を撃退した、村上範清は、内山城を攻めたが、春信は、 諏訪上原城から柵へ出馬しこれを退けた。天正10年に武田氏が滅亡した後、天正11年に徳川家康の帰下、与田の武らによって攻略され、廃城になった。ありがとうございます。